小学生、旧国団です。安倍総理の不正事件。我慢できません。どういう悪事を行っているのでしょう。で議論続いています。統計不正問題を考えるシリーズの第1回目です。で、統計不正問題も論点どんどん拡大していまして、最初はちょっと統計おかしいんじゃないかと。あの、賃上げが、上昇が、 高めに出てるんではないかと。これはもう去年からエコノミストの間で問題になっていて、実はこれ最初に報道したのは西日本新聞なんですね。西日本新聞が去年の9月にですね、えー、統計所得、過大に上昇。今問題になっているのをもう基本的な図式はここで西日本新聞が一番最初にあの記事として明らかにしてます。で、それをあと、朝日がさらにその詳細を年末に書いて、で、年明け、 一気にもう政府も言い逃れができなくなったということで、どんどん問題が拡大してきてるわけですが、最初はそのなんでそんなでだらめな不正を行ったのかという、まさしく統計の問題だったのが、その後はですね、今度はそれに対するその事後対応のまずさが火に油を注いだと、第三者委員会といって作った調査委員会が、そもそも調査手法も、それから結論もとても、 納得のいけるようなものじゃなかったということも明らかになって、えこれまた大きな問題になって、さらに今はですねアベノミクスそのものの,その正当性、アベノミクスの成果の賃上げそのものが、実はもうデータが、実は信用できないデータに基づいていたんではないかという、もうどんどん話が大きくなってきてしまっていると、なんかもう底なしの様相を呈しているわけですね。